イングランド一部リバプールの日本代表 MF ・遠藤航に対談説が浮上し、反響を呼んでいる。来シーズンからオランダ一部フェイエノールとのアルネ・スロット監督就任が有力視される中で、A メディアは、スロット政権の最初の犠牲者の一人になる可能性があるとの見解を示した。遠藤は昨夏の移籍市場でドイツ一部シュツットガルトからリバプールに加入。 シーズン中盤戦以降はアンカーのレギュラーに定着し、替えのきかない存在となった。しかし、チームが不振に陥った直近の試合では調子を落とし、評価は下落していた中、現地メディア上で今期限りでの対談説が急浮上した。リバプールはユルゲン・クロップ監督が今期限りで退任。遠藤の獲得時に絶大な信頼を寄せていた一方。 新指揮官の下でその立場は不透明との見方が占めているようだ。A メディア、g i ミースポーツ、GMS は独占情報として、遠藤が新体制の最初の犠牲者になる可能性がある。日本代表 MF の将来は水面下で議論されていると指摘している。31歳の遠藤はリバプールでここまで公式戦40試合に出場し、 カラバオカップの優勝時にも主に守備面で重要な役割を果たし、その存在が高く評価された。同メディアによると、クラブには短期的な補強として獲得した選手との見解があり、強化部門の間では新たな守備的 MF を獲得する計画がすでに立てられているという。記事では、バックラインの前にフレッシュな顔ぶれを連れてくるという非常な方針にゴーサインが出た。 新たな競争相手が現れれば、遠藤は現在の環境にとどまったままでは出場時間が限られてしまうという深刻なリスクにさらされることになると、来期戦力外になりうる可能性を指摘している。遠藤は昨夏加入時に、2027年6月末まで契約を締結。リバプールでの貢献度は決して低くはなかったものの、絶大な評価を勝ち取ったとは言い難い。ドイツの戦術家からは、 れれた人物だと評されているが GMS 関係者によると彼はスロット政権の最初の犠牲者の一人になる可能性があるとのことだとの見解は果たして現実的なのだろうか。